離乳食には慣れてきましたか？離乳食が進むにつれ、時には悩みや不安を抱えることもありますよね。この動画では、離乳食後期によくある悩みや課題を踏まえて、そのポイントについてご紹介します。悩みや不安は成長の証でもあります。ポジティブに捉え、離乳食を楽しく進められる方法を一緒に探しましょう。離乳食後期のポイントを3つ。3回食をスタート。母乳やミルクよりも食品からの栄養が必要になる時期です。必要な栄養の3分の2は食事から取ることができ、食事量も増えてきます。栄養バランスを考える。食事量が増え、利用できる食材も増えてきます。主食、主菜、副菜を用意するなど、栄養のバランスを意識しましょう。また、鉄分が不足しやすい時期です。鉄分を多く含む食材の使用も心がけましょう。手づかみ食べが始まる。自分で食べたいという意欲が出てくる時期です。食材を触ったり握ったりする様子が見られるようになります。9ヶ月頃になり、生活リズムが整い、2回食にも慣れ、絹ごし豆腐ぐらいの食材をもぐもぐ食べることができるようであれば、3回食をスタートしてみましょう。3回食と授乳のタイミング例です。6時と22時の2回の授乳に離乳食が3回。離乳食の後、欲しがれば授乳をします。食事量が増えて、母乳やミルクを欲しがらなくなったら、無理に飲ませなくても大丈夫です。ただし、朝と夜の2回の授乳は必要です。とはいえ、この頃になっても母乳やミルクを頻回に欲しがり、離乳食が思うように進まないことがあります。そういう時は、授乳間隔が短すぎて、空腹と満腹のリズムができていないことが多いようです。例えば、泣いたらすぐに授乳になっていませんか？月齢が進むにつれ、お腹が空いたという単純な理由だけではなく、寂しいや眠い、人見知りや夜泣きといった感情を表現する泣きも増えてきます。離乳食の時間に空腹になるためには、先ほどの授乳のタイミング例を参考に、授乳や生活のリズムを見直してみましょう。朝は早く起き、日中は公園やお散歩、地域の親子の集まりなどに出かけて、親子で楽しむなど活動的に過ごす。昼寝も必要ですが、寝かせすぎないようにして、夜は早く寝るなど、生活リズムを整えてあげましょう。次は栄養バランスについて考えてみましょう。こちらは4ヶ月時健診の時にお渡しした資料です。こちらを使って栄養バランスを考えていきます。緑色の囲みが後期です。さらにピンク色の囲みに注目してみると、1回の食事量が食品ごとに載っています。食事量は個人差があります。気をつけたいのは量よりもバランス。おかゆや軟飯からは炭水化物を、野菜、果物からはビタミンやミネラルを、豆腐、魚、卵、肉、乳製品からはタンパク質を、成長に欠かせない3つの食品群です。それぞれ主食、副菜、主菜として用意すると、3つの食品群がすべて揃い、バランスが取りやすくなります。例えば、大人からの取り分けメニューバンバンジーの場合、この時期赤ちゃんへの取り分けはトマト、きゅうり、ささみが使えます。おかゆやうどんを食べやすいように切ったものを合わせると、3つの食品群が揃います。このように大人からの取り分けで揃えることもできます。鉄分が不足しやすい時期です。肉や魚などに含まれるヘム鉄を中心に、鉄分を多く含む食品をメニューに取り入れましょう。植物性の食品に含まれる非ヘム鉄は、ヘム鉄に比べ吸収率が悪いため、
ビタミン C と一緒にとって吸収を助けてあげましょう。また母乳のみの育児で離乳食が順調に進んでいないとか体重の増えが悪いなどで鉄不足が心配な場合はフォローアップミルクを使うのも一つです。例えばパスタやシチューに加えるバナナやかぼちゃ、さつまいもと合わせてミルク味にするなど料理にも手軽に使えます。次は離乳食の硬さ、大きさ、食べる時の姿勢などについてです。この時期は舌が前後上下に加え左右にも動かせるようになり、食べ物を歯茎の上に乗せてかみかみ食べができるようになります。表情に左右差が出て片側の頬にエクボができたりもします。硬さの目安はバナナくらい、歯茎でかみかみできる硬さです。すりつぶしの動きはできるようになりますが、歯茎で硬い食品や繊維の多い食品を潰すことはまだ苦手です。大きさの目安は5-8mm大。食材によって大きさを変えてあげると良いです。ピューレやペースト状しか食べず、なかなか形態アップができない、そういう場合はいきなり固形状ではなく、一部は粒状、一部はペースト状にして、赤ちゃんの表情を見ながらペースト状が食べられたら粒状の部分を与え、ベーッと出してくるようならまたペースト状を与えるなど、行きつ戻りつしながら慣れていくようにしましょう。はじめはうまくいかずベーッと嫌がっても、何度か繰り返していくうちに食べられるようになってきます。姿勢も噛む動作を促すために大切です。小さい子は足が安定しないと体幹の安定を得られないため、食べ物をかじったり噛んで飲み込むという動作がしにくくなります。足裏で踏ん張れるように座らせてあげることも噛む動作を促すために大切なことです。さらに食事に集中するために知っておきたいこと、一般的に小さい子の集中力は10分から15分で、長時間落ち着いて座ることが苦手です。また子どもは視覚からの情報を大人より得ることが多いので、気が散るものが食卓にあると食事に集中できません。基本的に食事に関係ないものは食卓に置かず、赤ちゃんの目線に入らないようにします。そして家族で一緒に食卓を囲み、食事を楽しみましょう。大人が食べる姿を見て真似をし、初めての食材も安心して食べられるようになります。それでは9-11ヶ月頃の赤ちゃんの食事風景を一緒に見てみましょう。この時期、食事に触る姿が見られるようになります。自分で食べたいという意思の表れです。最初は食材を握ったり落としてみたりするだけで、大人から見ると遊んでいるように見えるかもしれませんが、赤ちゃんは食べ物に触ることでいろんなことを学んでいきます。硬さや温度などいろいろな情報を手のひらや指を使って覚えていく時期です。手づかみ食べが本格的にできるようになるのは1歳以降。食べる意欲を尊重し、その準備段階として食べ物に触ったり握ったりさせてあげましょう。みんな思い思いに楽しんでいますね。食事は楽しいのが一番。しかし手づかみ食べは汚れてしまうのも事実。大きめのエプロンを使ったり、ビニールシートを敷いたり、あらかじめお手拭きを用意したりなど、汚れ対策をしつつ食べたい意欲を応援してあげましょう。なかなか手づかみ食べが進まないときは、好きな食べ物やカラフルな色合いのもの、型抜きなどをして興味の持ちそうなものを用意してあげるといいかもしれませんね。
最後はコップ飲みについてです。コップ飲みは哺乳瓶やマグマグとは違い、口の周りの筋肉を使う飲み方です。成長に合わせて練習しましょう。ステップ1、カレースプーンの長い部分を下唇に当て、液体をすする動きを引き出します。後ろにもたれていたり、大人が流し込んだりするとむせてしまうので気をつけます。パパやママも一緒にやって見せてあげましょう。ステップ2、スプーンからすすることができるようになったら、赤ちゃんの口幅に合う小さな容器で練習します。この時も流し込まず、口をすぼめてすする動きを待ってあげましょう。ステップ3、子供用コップに少量の飲み物を入れ、顎が上がらないように少しずつコップを傾け、すするようにサポートしながら飲ませてあげましょう。コップ飲みができるようになるのは、下顎の動きが安定する1歳半頃からです。月齢を目安に練習してみましょう。離乳食の進み具合は個人差があります。赤ちゃんのペースで進めるのが基本です。焦らずに、あくまで目安として3回食をスタートする時期や進め方の参考にしてください。今回は離乳食後期に多い悩みや相談内容を踏まえ、ポイントをご紹介しました。ご相談やご質問がありましたら、お電話やメールでお問い合わせください。基本的な進め方に関しては、こちらの動画をご覧ください。赤ちゃんの笑顔と健康を育む皆さんの育児生活を応援しています。